サウンドジュリアです。今日はですね、2回目のご紹介になるんですけれど、工場製鋼の KHC77 という革の、クリーニングクロスをご紹介させていただきます。能書きはこちらの裏に書いてあるんですが、栃木レザーという、本革を使いまして、オーディオ製品のジャックとか、こちらの絵にあるようなバナナプラグのくすみなんかを取るっていうような商品なんですが、これ私の iPhone なんですけれど、こちらのですね、こういう油汚れがクリーニングするのになかなかスッと取れない場合があるんですが、こちらでですね、こんな感じに。どうでしょうか。で、こちらのボタンのところはちょっとくぼんでいるので、この背面を利用してスッスッと拭きますと、綺麗になると。あとですね、電話の呼気、意外に樹脂の、なんていうんですかね、こういう部分、油切ってくるというか、顔にひっつくんで、ちょっと光の具合で、これよく見えますね。こういうところもですね、どうでしょうか。すごく綺麗になっちゃうんですよ。で、今まではハンカチとか、喫茶店とか行った時におしぼりで拭いたり、あとジーパンでこう寝たくったりしてたんですけど、このちっちゃなクロス、もうこれ1年ぐらい使ってるんですけど、そんなに汚く汚れないですし、すぐ綺麗になるっていうことでいつも愛用してます。で、お店に、来店された方に、これがいつもこうやって置いてあるもんですから、こんな綺麗になるんですよって言うと、結構何それっていうことで買われる方が多くて、でもう一度紹介させていただいております。こうやってクリーニングした後なんですけど、なぜかですね、指紋とかもつきにくくなって、汚れが乗りにくい、そういう効果もあります。これフィルムも貼ってませんけど、もう買った時からこういう状態ですね。あと本来の使い方としましては、こういうジャックのグランド側がなんとなく金メッキが、なんていうんですかね、こう白ずんでくるというか、錆びてくる部分にはこのように擦っていただくと、全然違うというか、こっちはなんか粉吹いてて、こっちは光沢をもうすでになんか取り戻してるみたいな、こうなんていうんですかね、クリクリっと、ピカピカという感じですね。じゃあこちらの方も、やってみましょうか。ピカピカになっちゃったみたいな。またピンプラグの先とかですね、先ほどのこのバナナの先っぽみたいなのも、数年経つとこうなんか錆びてくるぞみたいななっちゃうんですけど、これもですね、輝きを取り戻すみたいな感じになっちゃうんで、
本来の使い方としてはこちらなんですけど、あのスマホの汚れが気になる方にとっては非常になんかスパッと綺麗になって気持ちいいんじゃないかなと思います。これを買われた方はあの iPad とかそういうものにもあのすごく綺麗になるっていうことで使用されてますね。なんでこれ指紋がつかなくなるのかちょっとわかんないんですけどもしよろしければこういう面白い製品があるということで、色はこちらのワインとそれからブラウンとちょっとこちらのグリーンっぽい、こういう3色があります。店の方には在庫がありますのでご来店いただければ購入していただくこともできます。1枚1500円の税別という価格になります。今日は以上です。